越しいただきまして誠にありがとうございます。シンポジウムアフターコロナは外反母趾対応とオーダー靴でを始めさせていただきます。開会にあたりまして、主催者を代表いたしまして NPO 法人ファッショングッズ経営支援センター轟豊蔵理事長より皆様にご挨拶申し上げます。轟理事長よろしくお願いいたします。皆さん新年明けましておめでとうございます。出展者の皆さん、またご来場の皆さん、今年1年は素晴らしい1年であります。ところで昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の中においてのスタートでございましたので、緊急事態宣言が再三発出されたり、また長い間自粛生活を余儀なくされたりしましたので、街の中では閑散とした状況が続いておりましたので、大きく経済が落ち込みました。当然靴作りの私たち、物作りの私たちは売り上げを大きく落とし、受注も減らし、そして生産も落ちてしまったのでございます。これではいけない、なんとか会社を呼び返さなければいけない、元気な会社にしなければいけないということで仲間に連絡をいたしました。コロナ禍であるけども厳重な警戒をして防止をしながら何かをやろう、その何かは展示会をやってみよう、新製品を打ち出し、従来の売れ筋の商品を打ち出し、全国のバイヤーさんたちに足を運びいただきまして、新しい商談を作り出せれば明日の明るさになってまいります。また従来のお客様が来てくださいますれば、情報交換をすることによって太いパイプになりますが、またこれも未来の明るさになっていくと存じます。そんなことを考えまして展示会を開催をいたしました。出展者の皆さん、大いに一致結束してこの不況、コロナを吹き飛ばしていきたいと思います。どうぞご来場の皆様も応援をしていただきますようにお願いをいたします。業界頑張ってまいりますのでよろしくお願いをいたします。以上でご挨拶といたします。ありがとうございます。手書き理事長という皆様にご挨拶申し上げました。ありがとうございました。それではこれよりシンポジウム、コロナ禍でオーダー靴は売り上げ 30% アップ、アフターコロナは外反母趾対応とオーダー靴で売り上げを上げるを開始いたします。ご講演いただきます、ご登壇者のご紹介をさせていただきます。経済産業省生活製品課田村俊介様、JSTF 代表橋本君弘様、株式会社大島商事代表取締役社長大島昇様、以上の3名でございます。これより革靴事業者のイノベーションのご提案をこの3名の方々から、させていただきたいと存じます。質疑応答は、お時間設けておりますのでその際にお願いしたいと存じます。それではこれより先の進行はコーディネーター役としまして大島商事、代表取締役社長大島昇様にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
経済産業省生活製品課より参りました田村と申します。本日は、川口産業を取り巻く環境と課題についてということで、折原様よりご指名いただきまして、本日参りましたのでよろしくお願いします。座って説明させていただきます。まず簡単に自己紹介申し上げます。私は実は台東区の職員でございまして、前年の去年の4月から今年の4月から、経済産業省の生活製品課の企画製品を担当している部署に移動している身でございます。で、その、台東区に入居する前、実はそこから川口に携わることがありまして、川口のブランドをやってらっしゃる方 のところでボランティアに行ったのをしたりとか、その前はイギリスでですね、ロンドンに留学というかワーキングホリデーでですね、ファッションデザイナー の方 のボランティアをやったりとかですね、この部署に来る前は台東区で全然別の仕事をしてたんですけども、ここに来てからこの部署でまた川口に携わることができて、今皆様コロナで非常に厳しい状況だと承知しておりますけれども、私としてはここでもこのような機会をいただいて非常に光栄に思っております。で、そんなところで、川口との皆様と一緒にですね、ぜひ産業を活性化するようなご支援を積極的にやっていければというふうに思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。また本日はお越しいただきまして、先日ですけれども説明させていただくということでよろしくお願いします。で、続いて内容について説明させていただきます。まず基礎データについてということで、ここで簡単に言っているとはございますけれども、今の川口産業 の定量的な側面から見た状況っていうのを説明させていただいて、1位の川口産業というのは環境というところでは定性的なことにはなりますけれども、今 の変化目まぐるしくですね、変わっている川口産業を取り巻く環境の変化についてご説明させていただいて、それをもってですね、今後の課題というか私が考えたところでございますけれども、こうやっていく方がいいんじゃないかということをですね、ご説明させていただければと思っております。で、こちらのデータについてということで、まず皆様状況をご存知だと思うんですけれども、病床の宿泊と病床の推移ということで、ピークであった1990年代初頭から、今状況としては7割8割減少してしまっていて、ここで出荷額というのはですね、皆様メーカーの方々が多いと思うんですけれども、が卸の方に出荷した時の金額を取っているというところでございまして、で、それが2019年の、これ今最新のデータになるんですけれども、589事業者の所まで減ってしまって、出荷額は923億円になってしまっているという状況で、このコロナによってまたその、1000万を切るような1000億円を切るような状況になってしまっているというところです。また次にですね、同じような状況で人気が下がり下がっているんですけれども、材料のを、作ってらっしゃったり加工してらっしゃる方々の状況が厳しいという声をよく聞くところでして、もちろんメーカーの方々が右肩下がりになっているので、それに対応するような形で、やはり材料の方々がかなり、厳しい状況になっていて、
40事業所まで減ってしまっている。もともと215事業者でしょうということで、メーカーの方々では数は少ないところではありますけれども、さらに減ってきていて、この状況というのを我々としてはかなり危惧していて、日本で革靴を作るということがですね、日本だけで完結するのがより難しくなってしまっているという状況を表していると思います。で、次がですね、家計調査。これ家計調査というものは分かりづらいと思うんですけれども、これは一世帯あたりのですね、履物、これは革靴に限らないんですけれども、履物に対してどれだけ年間で支出しているのかという金額を表しているものです。これが2000年当時は1万9000円を超えて支出していたんですけれども、この2020年が1万2000円まで減ってしまっているということを表していて、でこのコロナで2019年から2020年にかけて大きく影響を受けたということは皆さん肌を見て感じているところだと思うんですけれども、数字化すると、このようにこれぐらい減っているということで、パーセンテージで、前年比80% 以下になっているということですね。そういったものになります。で、この2020年については、テレワークの増加だったりとかによって、この保険の中での支出というものが減ったというふうに考えております。次に輸入出走率という、これも、しかするとあまり気になったことない単語かもしれないんですけれども、これは簡単に申し上げると、先ほど示した出荷額というものと輸入する金額です、を合計して、それを革靴の流通している金額とした場合、それに占める輸入額の割合というものになってまして、どれぐらい市場に流通している市場に流通している革靴のうち、どれぐらいが輸入品なのかっていうことをですね、考える際に仕事としているものになります。でこれが実はまだ今は 60% ぐらいが輸入品と言われているというふうに、この表ではこのグラフでは示しているところでございます。で、比較で申し上げると、これは繊維業界で言えばですね、アパレル繊維に関しては実は 90% 以上が輸入品と言われていて、まだですね、革靴に関しては 60% ぐらいでとどまっているということでございますので、これは皆様がメーカーの皆様がですね、下支えしていることによって、なんとかここで踏みとどまっている、右肩下がりになって、市場もこれ、少なくなっているというのが原因ではあるんですけれども、この、なんとか踏みとどまっているということだと、我々は考えています。でこれをなんとかですね、維持しつつ、どうにか輸入浸透率が下がるようなところになっていくことを、できれば目指していきたいというふうに考えております。次でお願いします。で、一方で革靴に関して、輸入の状況、これは関税割り当てされているもので、の対象を見てですね、取っている輸入の推移になるんですけれども、これが今実はこれはおそらく市場が縮小しているっていうことだとは思いますが、輸入額自体、輸入数量、輸入額については下がってきているという状況です。ですので、革靴のおそらく需要自体が今ちょっとずつやっぱりカジュアル化だったりとか、コロナの影響だったりとかで、縮小してきているということは考えられると思います。で続きまして、その輸入 の, この先ほどの関税割り当ての、
されている金額の輸入数量という金額です。でそれが輸入数量を見ていただきますと、やはりアジア諸国 の, カンボジア、ベトナム、中国、バングラディッシュというところから輸入数量自体は輸入されてきているということで、貿易の自由化によってですね、例えばカンボジアですけれども、こちらは LDC 諸国ということで、LDC 特権を使って、輸入されてきているということで、関税率がもうゼロになって入ってきているものになります。で、そういった価格が安いものが、やはり数量としては多いというのが、この、円グラフで分かっていると思います。で金額逆に金額に関してはイタリアがすごく多くて、数量で見ると、7位ですね、6位なんですけれども、金額ベースで見ると金額の800億円の 31% をイタリアが占めているということで、これがいわゆる百貨店だったりとかが、扱っている、高価格帯のイタリア製品がやはり金額ベースで見ると強いということになっております。次でお願いします。で逆に日本の履物の輸出の動向として、こちらの表を作っておりまして、で2020年は実はそのコロナではありますけれども、71億円ということで、履物全体で見るとですね、輸出額はですね伸びているんですね。なので他の、おそらく中国が伸びてるとは思うんですけれども、この、輸出が伸びてる、状況っていうのは逆に言うと